ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。本日は大きなニュースが一つ入っております。王都ラプラスに先日オープンしました美術館の絵画が昨夜未明何者かによって盗み出されました。犯人は以前より世間を騒がせております怪盗シャンで間違いないと見られています。こちらの美術館では世にも珍しい絵画やアクセサリーが展示されており、中でも目玉だったのが世界に1点しかないとされる幻の絵画堕天使の連鎖。高い入館料を払ってでも見る価値はあると連日大きなにぎわいを見せておりました。ところが2日ほど前、怪盗シャンの予告状が届き、美術館は警備の強化に取り組んできましたが、予告時刻が過ぎた頃、目玉の絵画が置き手紙とすり替わっていたそうです。いつもながら鮮やかな手口で警備員は怪盗シャンの後ろ姿すら確認できなかったとのこと。シャンからの置き手紙を見た館長は捜査の打ち切りを希望しておりましたが、これを不審に思った警察は捜査を続行。先ほど美術館停止の家の倉庫から盗まれたはずの絵画堕天使の連鎖が見つかりました。鑑定の結果、こちらの絵画が偽物であると判明。同時刻、本物を所持する方が別に現れ、美術館は展示品が偽物であったと認めています。この後、館長による謝罪、および他の展示品についての説明が予定されているとのことです。本物の絵画の所在につきまして、危険防止のため詳しい情報はお伝えできませんが、何でも骨董品好きの老夫婦がコレクションしており、いずれみんなにも見てもらいたいと話しているそうです。ぜひ一度この目で見てみたいものですね。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。かねてより落石注意の案内をしておりました森林街道の村、西部の山道で昨夜大きな落石が発生いたしました。一部道路に影響が出ております。今朝、山道を塞ぐ大岩の撤去作業が進められ、先ほど馬車1台分の道幅が確保されたとのこと。通行の際は馬車の速度を落とし、交通誘導員の指示に従っていただきますようお願いします。なお、現場では引き続き石の撤去作業が行われます。そこで数名ほど手伝ってくださるボランティアの方を募集します。ご協力いただける方は交通情報センターまでご連絡をお願いします。今回の落石による怪我人はおりません。石の撤去作業は5日ほどかかる見込みです。その後は落石防止のネットを強化し、安心安全な通行ができるよう対策いたします。続いて、火山活動による交通への影響につきましてご案内です。早朝、火山島の町にある火山が噴火し、町では降灰による視界不良及びスリップの危険が出ております。通行の際には十分な注意をお願いします。以上、交通情報でした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。現在、北西から強い寒波が流れ込み、各地域で平年より低い気温となっております。お出かけの際には、一枚多く上着を羽織るとちょうどいいでしょう。また、風の影響で海も荒れております。明日まで続く見込みですので、漁などはなるべく控えていただくか、十分な注意が必要となります。明日以降は厚みのある雲がニューエデン全域を覆う見込みです。
ポカポカ陽気とはなりませんが、ところどころ切れ間から差し込む太陽光が幻想的な景色を作り出してくれるでしょう。降りてくる天使を探してみるのもいいですね。以上、天気予報でした。続いては CM です。美容と健康のため水分を取った方がいいって言うけれど、水ってどうも味気ないのよね。もしかして知らないんですか？このスイートボトル。ただの水筒に見えるけど、飲んでもいいかしら。おいしい。中身はピーチジュースね。それがただの水なんです。そんな、まさか。こんなに甘くてまろやかでジューシーなのに。特殊な魔道具で、あなたが求めるお望みの高度に水を調整、味までも錯覚してしまうんです。歯磨き後でも安心、カロリーも気にせずジュースみたいに美味しい水が堪能できちゃいます。ミルドット一押しスイートボトル、お試しあれ。以上、ニュースをお伝えさせていただきました。ニューエデンニュース、提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。また次のニュースでお会いしましょう。Cheers!